おはようございます。速稼塾のコボでございます。今回もね、和願瀬さんの話題を出していこうかと思います。この和願瀬さんね、今日確認するとチャンネル登録が19名となっておりました。で、昨日17名だったんで1日に2人増えたっていうことになりますね。これすごいいいじゃないですか。で、そのことについてちょっとね、話題をいただいたんですけども、実は和願瀬さんね、鍵山さんなんですけども、昨日ね、パソコンを買いに行ったらしいんですよ。で、パソコンを買いに行った係員さんとやり取りをしている中で、ライブ放送の話が出て、で、和願瀬さんが YouTube をやっているってことがね、その店員さんに伝わって、じゃあチャンネル登録しますよみたいに言ってくださったらしいんですよ。で、ここがまず一つね、やることなんですよ。で、私たちね、ネットでお客さん増やそうとしてるでしょ。でも、なぜかネットでは誰か来ないかなと思ってるのに、リアルだと完全にそのスイッチオフにしちゃうんですよ。これじゃダメなんですよ。目の前の人にね、スマホをこうやって差し出してね、チャンネル登録してくださいって言うぐらいじゃないと、人はチャンネル登録しませんし、そういうことをするのが営業なんですよ。で、私ね、メールマガジンを2015年に始めて、1年間で2万人にしたんですよ。で、最初の3ヶ月で4000人になりました。その方法のメインが、異業種交流会に行ってね、で、名刺交換をしたその際に、あ、僕メルマガやってるんで、チャンネル登録してもらえませんかっていうふうに、その場で対面でお願いして、あ、わかりましたって感じで目の前の人にしてもらったんですよ。さあ、断れないでしょ。で、それをずん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 繰り返していって、1年でね、2万人ってい うメルマガの読者さんを確保して、今でもね、離脱はあったんですけども、1万3000人以上の方がメルマガに登録したまんまになってます。これがメインで、短期間でたくさんの読者さんをゲットしましたよってことをキャッチコピーにして、インターネットでさらにプラスアルファのメルマガ読者さんを集めたって形になるんで、基本的にはね、リアルでやることなんですよ。で、リアルっていうのは毎日あるわけじゃないですか。で、おそらく私を除いてほとんどの方はインターネットであれこれしている間よりも、時間よりもリアルであれこれしている時間の方が長いと思うんですよ。で、まあ究極っていうか、ね、私のやり方ですけども、コンビニに行って気に入った自分の好みの女の子がいたら、その人とデートをするまで、そこの同じ時間、同じ店員さんに会計をお願いして、だんだん仲良くなっていって、あ、僕 YouTube やってるんですよとかで、メルマガやってるんですよって感じから、あとは、今度お休みの日僕一緒に行きませんかみたいにデートに誘うところまで行くわけですよね。で、それってのはね、やっぱり誰に対しても、インビテーション、お誘いをするっていう経験を繰り返していくと、どのタイミングで断られるのかとかね、どういうふうな格好や喋り方で行ったり、背景を持っているとうまくいきやすいのかってことが、だんだん当たりがついてくるんですよね。で、それがだんだんノウハウになっていって、人にコミュニケーションを教えられるレベルまでなっていくってことなんですよ。で、私本当にね、嘘でも偽りでもなくて、コンビニの店員さんと、二十歳前後のね、女の子とね、何度も40過ぎてデートしてるわけですよ。で、そのぐらいじゃないと、営業ってのは効果が薄いってことなんですよね。で、ちょっと話戻りますけども、和願瀬さんが、やっぱりこう、パソコンの係員さんにね、チャンネル登録をしてもらうっていうところが素晴らしいと思います。10人に出会ったら、その10人に対して同じことをした方がいいんですよ。で、飲食店に行くでしょ？会計の時に、いろいろとお金を払いながらとか、お金をもらいながら、あ、QR コード決済できるんですね。あ、便利な世の中になりましたね。僕も実はね、YouTube で放送発信してるんで、こういった素敵な店はちょっと話題に出したいですもん、いいですかっていうふうに会計の人と話すと、あ、ぜひ紹介してくださいって間違いなくなりますから。で、その上で、じゃあ私が放送したかどうかを確認できるように、よかったらチャンネル登録お願いしますみたいな感じで、読者さんって広がっていくんですよ。で、そういうことをしてますかってことなんですよね。はい、そしてポスティングの話とか、新規さんの話も今日のライブ放送で和願瀬さんされてました。一つヒントを申し上げますと、何らかのキャンペーンをスタートしようとするとき、告知から終了までだいたい3週間を一つのタームにするといいと思います。例えば、2週間告知をして、1週間セールスをして、で、3週間目に終わる。21日サイクルってやつです。これ、商売をやってる人だったら、この21日ってものがどういう意味を持ってるのかね、よくお分かりだと思いますけども、こういうふうにキャンペーンを短くもなく長くもなく、最も効果的な期間っていうのをね、作っていくわけなんですよね。それから新規さんがいらっしゃって、だいたいね、2週間以内に
再来店するとその人は常連になる可能性が 80% まで上がります。逆に言うと新規さんがいらっしゃって2週間を過ぎても来なくって1ヶ月ぶりとかね半年ぶりに来たってことはスポットでしかないってことなんですよ。もちろん年に1回しか来ないお客さんでもそういう人を300人抱えれば毎日そういう方が来るっていう形にはできるんですけども、でも新規さんを常連にするためには2週間以内にいかに来させるかっていう工夫を持っておかなくてはいけないんですよ。例えば新規さんを来店させるのに新規コストっていうのが1人当たり1万円かかるって言われてるんですよ。だから一番最初のお客さんがねお店で何らかのお金を落としてくれるとき5000円のサービスでも1万円のサービスでもいいんですけども、そこに結びつくまでにだいたい1人当たりねコストを1万円かけてますよって話なんですよ。だから最初のお客さんが1万円以上使ってくれてやっとお店的にはプラスになるよねっていうことなんですね。しかしここに追い打ちっていうスキルがあるんですよ。それは何かっていうと新規さんが来てくださったで2回目の来店が運任せじゃなくって2回目をどうしても来なくちゃいけないような仕掛けをその人に残しておくんですよね。その一つが2週間以内に来店してくださったら9割引きとかでもいいと思いますよ。もしくはまだやり残したことがあるんでこことこことここよろしかったらうちでもうちでなくていいんでどっかでねされてみてくださいっていう風にちょっと心にね爆弾を残しておくんですよ。そうすると一気に2週間以内の来店の可能性が高まります。でそれを狙ってね2週間過ぎて3週間目になってもそれはあんまり気にしないでください。要は2週間以内に来なくちゃいけない仕掛けをどこまでできたかってことが新規さんを常連さんにする、まあ、8割ぐらいのねノウハウなんですよ。でそれを逃しちゃうと運任せとかお客さん任せにしとくとまあリピートにはなんないですね。つまり新規のための獲得コストと労力がかかりっぱなしで倒産に向かっていくってことなんですよ。まあこのようにね集客っていうのは全てもうデータで出るんですよ。そういう時代です。昔は長い間のお店を経営している人のね職人の勘と経験みたいなものがあったんですけども、今はデータベースがあるんでね非常に簡単なんですよ。で少なくともこういった数字で、追っかけていって数字を守っていくことを、まあ、基準にしていけばお店っていうのは維持されるというふうなその可能性が高くなるわけですね。 FX でいうと勝ち越すことができるんですよ。そうなるととりあえず閉店からは離れることができるんでしばらくは続けていけるよねってことです。その間にやるべきことをたくさん詰め込んでいってさらに、集客のね力をつけていくってことになります。はい、じゃあここまでをまとめます。一つは出会ったらすぐにチャンネル登録してもらうってことをね癖づけることです。で2つ目はキャンペーンは3週間っていうタームでやってくださいと。で3つ目、新規の方が2週間以内に来店するとその8割は常連になるっていうことです。はい、じゃあ最後にねプレゼントです。和願瀬さんは滋賀県にある施術院です。マッサージって言葉は適切じゃありませんけども、今回はマッサージでちょっとねコクチーズっていうところをね紹介したいと思います。これは集客をしたい方が必ず使うサイトです。ですんで集客に困ってる人がねこのコクチーズってものを知らないってことはちょっと情報の感度を広げた方がいいかなってところです。私は10年前にこのサイトに出会って使うことがたまにありましたけどもね。なんでたまにあったかっていうと、このコクチーズより私の YouTube の方が集客力が強大だからなんですよ。だからあんまり使うようにはならなかったですけども、またいずれねここに頼る日も出てくると思います。さあコクチーズで滋賀県のマッサージセミナー勉強会イベントをこういうふうに検索しますね。このコクチーズの URL は検索窓をね概要欄につけておきますので、そこからクリックしていただいてキーワードにマッサージとだけ打ってください。開催場所は滋賀県ですけども、また別の県に設定することもできます。これでとりあえず検索するとね何が起きるかっていうと、このコクチーズに広告を出している、広告っていうかね投稿しているライバル業者さんが見えます。第3回マイスタイルマルシェね、第3回ですよ。人気なんですね。定員100人ですよ。それがもうね締め切られちゃってる。まあこれはもう7月21日なんで終わってるってことですけども、100人規模で人を集めてるんですねこれはね。はい、それからこちら、あライフスタイル占いになってますね。もう一回マッサージで検索します。はい、あ同じですね。はい、マイスタイルマルシェとかね占いが出てますね。カイロプラクティック、あ出てきた出てきた。カイロプラクティックが結構近いんじゃないですか。
店員余命って感じでやってますね、うん、8月9日これ去年ですね。で、こちら骨盤が5月3日ですんで、今年に入ってマッサージ系は2つイベントが成立してるってことになりますね。でも店員が20人ってすごいっすよね。こちら4人でもすごいと思いますよ。こういったところにちゃんと自分の投稿してるかどうかっていうところ、これもすごく大事なんで、ぜひね使ってみていただきたいと思います。その他あの集客に特化したこういったあのサイトとかねブログってのがありますから、こういうところにどん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 お願いして掲載してもらうことで縁を広げていく。そして繰り返し繰り返し使うと、そこのこのコクチーズなのコクチーズの管理者との縁がね近くなりますんで、さらにご自身の活動が有利になると思いますんで、和賀瀬さんに限らず皆さんね使われてみてくださいということで、今回の動画は以上です。